菅野が4年ぶり最多勝、オースティン・シーダ社、近本が盗塁王に輝く。セリーグの全日程が終了し、各部門のタイトルが確定しました。巨人の菅野投手が最多勝利と勝率第1位を獲得し、中日の高橋投手が最優秀防御率を初受賞しました。打者部門では DeNA のオースティン選手が首位打者に輝き、ヤクルトの村上選手が本塁打王と打点王を獲得しました。阪神の近本選手は最多盗塁を3年連続で獲得しました。みんなの反応。打点と盗塁が物足りないし、3位の数字も低い。試作で改善するかは不明だけど、ファンとしてはもっと動きのある試合を期待したいね。中日の高橋投手が別格で、菅野の復活やオースティンの首位打者も嬉しい。ヤクルトの村上と長岡もすごいね。最近の試合はちょっと地味で、ホームランや盗塁みたいな派手なプレーが少ないよね。やっぱりそういうのが野球の醍醐味だと思うんだ。だから大谷翔平選手がアメリカでも人気なんだろうね。これからはもっと見せるプレーをする監督や球団が増えてほしいな。MLB での盗塁数を大谷と比べるのは無理があるよ。今年から投手の牽制球が3回までってルールができて、走者に有利だし、MLB の投手はクイックが日本より遅いから走りやすいんだよね。もちろん大谷の技術と速さはすごいけど、セとパの盗塁数を比べるならまだしも、MLB と比べるのは違うと思う。でも19は少ないよね。村上が打撃部門で2冠を取ったのはやっぱりすごいね。岡本は悔しい結果だったけど、来季に期待だね。森下もどこまで本塁打を伸ばせるか楽しみ。大山、佐藤輝、森下が20本ずつ打てば優勝も狙えるかも。菅野はエースの風格を見せて MVP 候補かもね。近本の安打記録は残念だったけど、盗塁は良かった。桐敷がタイトルを取ったのは嬉しいね。高橋宏斗は防御率0点台は惜しかったけど、まだ若いしこれからに行きたい。個人的な感想だけどね。沢村賞の選定が難しいね。菅野が有力だけど基準満たしてない。該当者なしにはならないと思うけど、誰になるか注目だね。大谷は盗塁もホームランもチーム並みで、 MLB で挑戦する価値がある選手だね。今年のセリーグは投手の技術が高く、速球派が増え、変化球の精度も上がって打者が打ちにくくなってる。ヤクルトと中日が最下位争いしてるのは、投打のバランスが大事ってことだね。優勝チームにいるのに15勝止まりなのは、登板間隔の問題かも。ブルペンを信頼して、100球制限を進めるべき。先発投手は宝物だから、長く活躍できるようにしてほしいね。盗塁増加はベース拡大と投手の牽制制限が影響。本塁打王が30本台は寂しいね。最近の盗塁王は20以下でがっかり。クイックや球速の影響もあるけど、速いだけで盗塁下手な選手が増えたね。昔の赤星たちが懐かしい。オースティンの首位打者は嬉しいけど、来年もいてほしい。牧の盗塁王も見たかったな。今年の近本は639打席で19盗塁。少ないね。2020年の周東は346打席で50盗塁だったよ。今季はボールが飛ばない影響で本塁打や打点が少なく、長距離打者以外は一桁台が多いのは何か小細工があったと思う。中日の松山とライデル・マルティネスが最優秀中継ぎと抑え投手なのに、チームが最下位なのは不思議だよね。打撃のタイトルは個人で取れるけど、投手のタイトルはチームが勝つ展開が必要だから、一人じゃどうにもならない。得点力不足が原因かもしれないけど、同じタイプの広島は9月まで首位だったし、中日は4月以降調子が落ちて低空飛行のままだったけど、どう考えればいいんだろうね。巨人、阪神、DeNA の先発投手が上位だけど、ヤクルトと中日も多い。勝敗は先発次第？杉下さんの 1.39 の防御率は、投球回数や勝利数が高橋の2倍以上で、まさに化け物級。おめでとう、タイラー・オースティン。 CS 進出の立役者だし、日本シリーズも頑張ってね。最近は全部2位か3位でタイトル取れず、来年こそは取ってほしい。最近は前半戦良かったけど後半疲れたね。来年は体力つけて高橋と投手タイトル争ってほしい。盗塁が少ないのが気になるけど、大谷選手の盗塁数と比べるのは違うよね。 MLB はルール変更で盗塁しやすくなったから、日本のマスコミもその点を考慮してほしいな。個人タイトルの価値は昔と今で違うよね。最多勝とかは個人の力だけじゃどうにもならない部分があるから、あまり個人タイトルって感じがしない。防御率や WHIP は個人の能力が反映されるから、もっと重視すべきだと思う。
首位打者の価値も日本で落ちてきてるしね。最多安打のタイトルは不要だって話だね。打率が低くてヒット数も少ないのにタイトルを取るのはおかしいって。首位打者があるから最多安打はいらないって思うんだ。同じような賞を2つも作る必要ないし、特に打率もヒット数も低い年は意味がないって感じる。打席数が多い1番打者が有利だから不公平だし、今回も打率上位型にいるのに賞を挙げるのは変だって。廃止を希望してるんだね。ヤクルトは打撃良くても5位、野球は守りが大事だね。才木は成長したけど、前半戦でチームがもっと打ってくれたらよかった。打撃成績は寂しいね。ヤクルトは強打者が多いのに5位なのは監督の采配が原因。村上を4番、サンタナを5番に置いてたから負けたんだよね。タイトル取るには最低30盗塁とか規定数設けられないのって話。みんなの反応としては全体的に選手たちの活躍を称賛しつつ、特に投手の技術向上や打撃部門での村上選手の活躍が注目されています。しかし少数意見としては、盗塁数や本塁打数が少ないことに対する不満や MLB との比較に対する違和感が挙げられています。またチームの成績と個人タイトルの関係についての疑問も見られます。当チャンネルの意見としては、今シーズンのセリーグは個々の選手の活躍が目立ちましたが、全体としてはもう少しダイナミックな試合展開が期待されるところです。特に打点や盗塁の数字がやや物足りない印象を受けました。しかし菅野投手の復活やオースティン選手の首位打者獲得、村上選手の打撃部門での活躍など見どころも多くありました。今後はより魅力的なプレーを見せる選手やチームが増えることを期待しています。